はい、どうもこんばんは、小林隆史です。まだねコロナのことがいろいろこう拡大局面も続いてるのかよくわかりませんけども、とりあえずね、なんていうの、 PCR の陽性者の数がなかなか減らないんで、不安な人も多いかもしれませんけどね。ところで、なんで日本人は、まあ日本はマスクって割と普通につけるじゃないですか。花粉症の時とかももともとすげえつけてたし、でだからさ、不思議に思うのは、なんであんなにアメリカ人とかがマスクを拒否るんだろうっていうの不思議ですよね。マスクに対する拒否感みたいなのがすごいあるんだよね。であれ何なんだろうと思って、まあいろいろ見てると、やっぱり文化的にというか治安の問題としてというか、マスクに対する抵抗感ってすごく強いみたいですね。というのは、例えば顔を隠している人っていうのを、なんていうのかな、信用できないってことだね。要するに、なんか悪いことしようとしてるやつが顔を隠すっていうのが、なんか元々のさ、感覚としてあるから、なんか公明正大な、別に何も悪いことしませんよって人は顔を隠したりしないよっていうふうに思ってるっていうのが多分大きいみたいですね。だから、その実際にさ、そうやって強盗に入ってくるやつが顔を隠してるっていうので言うとさ、マスクしたやつが入ってきたら、なんか やべえやつが、危ないやつが入ってきたってやっぱ怖いって思っちゃうっていうのはやっぱりあるみたいですね。だ、日本はその点が一個大きいかもしれないなとも思います。もちろん衛生観念っていうのもすごく大きいし、日本人ほど毎日風呂入る人種いないからね、そういう清潔な衛生の観念もあるとは思うけれども、なんか人に迷惑かけちゃいけないみたいな気持ちもあると思うし、いろいろなんだけど、ただつけてても別に平気というか、みんながつけてられるっていうのの中に、その治安ももしかしたら入ってんじゃないかっていう気がしますね。日本は超治安がいいから、まあ、顔を隠してても、あるいはみんなが顔を隠してても平気っていうかね、あ、やばいやつ来たって思われないっていうのがあるのかもしれないです。まあみんながしてるから特定のやばいやつと思われないっていうのもあるかもしれないけどね。だから難しいなと思いましたけどね。で、あとはそのマスク自体がなんかこう日本人にとって結構もう慣れたものになってるのはありますね。その花粉症のこともあって、まあ花粉症の時にさ、マスクがすごく当たり前になったとこもあるじゃん。花粉症の前は季節的に全員マスクしてるみたいな時期ってやっぱりなかったと思うんだけどね。で、花粉がいっぱい飛んでること自体は僕は問題だと思いますが日本が、国が杉を植えすぎた結果だから、あれどうにかなんないのかって、まあなかなかなんないんでしょ、どうにも。簡単には林業をどうにかすることもね、簡単にはできないんでしょうから、まあ、問題なんですが、ただあれによってね、まあ、マスクして歩くのって別に普通だよねっていう感覚はすごくなんか当たり前になっていたところにこのコロナが来たんで、そういう意味ではなんか、あ、ついてたっていうのかどうかわかんないですけどね。で、やっぱりその治安の問題で言うとさ、やっぱりアメリカとかだと、そのエレベーターにさ、知らない人と乗り合わせた時に結構話しかけるみたいのがあって、あれも結局なんかその話しかける、返事返ってくるっていうのに、怪しい人じゃないよね、怪しい人じゃありませんよっていうやり取りみたいな部分が、まあ、側面があると、なんか話しかけても何も返ってこない、無言でじっとしてるようなやついたら、あ、こいつやべえのかなっていうのがあるから、そういうコミュニケーションの取り方の一つになってるっていう話も聞きますね。だから日本人はそれやんないじゃない。エレベーターに乗ったらみんなマスクして回数表示を見てるっていう風になるんで、誰も話しかけてこないんですけど、だからこの辺もだいぶ文化としても違いますよね。まあこれは全部が治安のせいかどうかちょっとわからないですけど、ただ治安のためにっていうのかな、なんか怪しいやつじゃありませんよっていう風にアピールするために自分から話しかける、あるいは話しかけたり答えたりするっていう、まあ、コミュニケーションの文化があるっていう部分もねあるのかもしれない。あとは単純にコミュニケーション好きっていう可能性もあるけどさ、だからなんだろうな、今回の病気の蔓延みたいなことに関して言うと、いろんなね、花粉症だとかそういう治安だとか、
衛生的な観念とかね、日本人のそういうところが、まあ、なんかよくいい方に転がってるっていうのは確かだと思うんですけどね。まあただこれも病気が本当にマスクで防げてるのかとか、3密が本当に大事なのかとか、いろいろまだ疑問はねあるみたいですから、まあこれだっていう結論を出すには難しいですけどね。東アジアの人がなかなか重症化しないで済んでるっていうのの結論もなぜなんだっていう結論もまだ出てませんから、まああんまうかつにねいろいろ言えないんですが、ただマスクの習慣とかについては、あ、日本は随分それが当たり前にできるようになる前提があったんだなっていうことをね改めて思ったりした次第でございます。雨が降っても傘ささないし、マスクもしない、コロナでもマスクしないしっていうところがあるからね、まあ、そんなお話でございました。またね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。